ずは皆さんにクエスチョン。黄色いアフロ頭をしたオカリンはどこだ。というわけで、いやー可愛いね。皆さんアミーボ買いました？思ったより値段高かったっすね。というわけで不正解。正解はなんか風花ちゃんの横でチラチラ踊ってる人でした。はい、同じポーズしてます。というわけで今回も皆さんからもらった小ネタやっていきまっちょ。ちょっとだけ怖い小ネタです。1、ナンプラー遺跡に行く。2、自陣から行って左にある金網を降りる。3、スコップの近くに。ちなみに自陣からすぐ右に行くと正体がわかるかもしれません。ということで、ちょ行ってみましょう。いやまあ遺跡といえばね、なんか未知の生物みたいにいそうやからね。はい、でこの金網を下に降りてスコップの近くに行って、あれのことやな。スコップあるな。オッケー、見てみよう。よいしょ。ほう、え、あ、スコープじゃなかった。え、これ誰かのなんか手をしてない？いや、ゴム手袋か。なんかあの洗い場の時に使うゴム手袋みたいなのがある気すんねんけど、なんか色が生々しいな。なんでピンク色なんこれ。せめてさ、黄緑色とかやったらさ分かりやすいのに、この人肌の色やめてくれへん。リス地から右に行くと正体が分かるかもしれませんっていうことで、あーなんかクラゲちゃんって手袋せえへんもんな。なんかあるか。自陣からすぐ右に行くとやから、一回やられた方がいいのかな。これやられて上に乗った方がいい。ここ、はい、ここには何もないか。あの隊長っぽい人は手袋をしてないし、え、なんか右手か左手どっちかない。クラゲとかいんのかな。あ、これのことか。あ、なんか作ってる。ほら、なんか手袋かかってんねんけど。あ、てか手袋つけてんのかこれ。え、すげえ、クラゲって指あるん？ 5 本指の手袋してるやん。初耳。はい、続いてのこれだ、こちら。オカリンさんが大変です。ちょっとずれてるわ。で、このネタを持ってきました。題名はあの二人はどこにです。道、バンカラ街のスリミ連合がいるところまで行きます。2、スリミ連合のどっか一つの、アミーボ写真を撮るときに呼び出すと、ということで、まあ、これをねやるために実はアミーボ買ってきたんですよ。6200円したよね。はい、というわけでこのスリミ連合ちゃんが見える位置で多分呼び出せって言ってんやろな。呼び出せるな。オッケー、じゃあ呼び出します。風花ちゃんいでよー。さあ来い。あ、まだいるな。まだいるぞ。これ呼び出した瞬間どうなんねやろ。じゃあみんな予想して。消えると思う。そこまで凝ってないよな。いきます。3 2 1、ゴー。はっ、すげえ。なんで向こう向いてるん。なんで向こう向いてるん。自分らこっち向いてたやん、さっきまで。え、向き変わんのやめてくれへん。ちょっと怖いから。あ、でもうつほちゃんも消えるんや。へえ、そこちゃんとこだわってはんねんや。で、風花ちゃんもなんか向こうの方見てな。あ、ほんで帰ってきてるわ。すごー。ちょ、もう一回やっていい？はい、これで、わあ消えるわ。あれ、ここでさ、万太郎、あ、万太郎もいんのか。よう見た、万太郎いるわ。これ万太郎呼び出したらどうなるん。呼び出せるかな。はい、あ、万太郎だけ登録してないのバレた。なんか閉じ込められてるみたいになってんねんけど、万太郎。あそこ貫通せえへんねんや。いでよ万太郎。いや、あー、でも今度は万太郎の方に紙吹雪出たな。ちょっと違うんや。へえ。でこの辺で呼び出すと絶対この広場の方向いちゃうんよな。これなんでなんやろ。ちょっと離れたところでギリギリ映らんかなぐらいんとこで呼び出すとどうなる。
はい。あれ、あ、絶対向こう向くんや。ああ、なるほどね。そうなんだ。じゃあこの映らなそうな場所で呼び出すと、あ、これ向こう向かへん。うまいことカメラしたらさ、奥見れんじゃね。行きます。すー、あれ、あ、ここでもおらへんわ。くっそ、二人同時で見たかったのに。はい、次、ホコリさん、インクレールのバグ持ってきました。1、マテガイの矛に行きます。2、自陣の奥の方に行くとインクレールがあるのでそれを使います。3、前んとこに台形の黒いやつがあるんでそこに向かって完成キャンセルをします。次、説明が難しいバージョン。同じインクレールから見て右側の方にある塔の角に三角の形のとこがあります。そこに向かって完成キャンセルをします。まあ、ちゅうわけでね、実はこのバグ知ってたんすよ。で、かくれんぼでやろうと思ってたんけど、すっかり忘れてたよね。で、これのおかげで思い出しました。多分これこうしてこうして、このね、ここに乗れんのよ。このカップ焼きそばのお湯を捨てる部分みたいなとこ。そう。しかもこれ結構簡単でね、練習の時は一回も失敗せえへんかってんけど、なぜか実況になると失敗するということで、やめていただきたいんですけども。はい、来たんちゃう。おーし、来たー。で、ここに乗れると、これ割とさ、バレなさそうじゃねっていう。ちなみに奥は、お、結構いける。お、結構いける。おお。はい、続いてのこれだ。おこりんさん、 DM 失礼します。このネタを2つ紹介します。1、ヒーローモードのラスボス戦に行って、ロケットの側面というか壁をクイボで塗ってください。そしたらそこに貼り付くと。ということで、写真がこちらなんですけど、まあ、ちょっとラスボス戦まで行かなあかんということで、はい、めんどくさいですね。頑張ります。はい、ロケットのとこ来ました。で、多分これの後ろのことなんよな。はい、ここの側面をクイックボムと、わあ、なんか来た、なんか来た、来い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 、やめて。ここを側面をクイボで塗っておいて、この音やめて、ほんまに不気味やから。はい、トルネ、やばいやばい、嘘でしょ、トルネード来たらまずいって。で、ある程度塗ったからこれで貼り付いてってことね。え、貼り付けへんよ。え、塗りが甘かった、それともトルネードでなんか塗り替えされへん、塗り替えされた的な。ほほほ、やばい、もう行きます。おお、すごいすごいすごい、なんだなんだ、おお、まあ、何も濡れてないのに、こことかすごくね、ほら、一切濡れてないのに壁登りできんねんけど。あ、トルネードは、おーっと、ギリギリ耐えていく、すげえ。お、これでなんか変な状態になってしもたんやけど、すげえ、どこまでいけんねんやろ。あ、じゃ、そのここぐらいちゃう、限界。あ、なんか引っかかった、俺、ほら引っかかってます。何もボタン入力してません。トルネードもしっかり、おお。そして次、ヒーローモードの5の12に行きます。スタートして一番最初のとこに行って、スイッチの横になんか小さい壁があります。そこの壁を塗ってスイッチを起動させたら、急いでその壁に張り付いてイカ登りすると。マジの長文失礼しました。ということで、行ってみましょう。いや、1個目がすごかったからね、これ次もすごいんじゃね。うわ、結構重量級の武器やな。で、一番最初のとこに行ってやから、ここか？スイッチの横になんか小さい壁があります。スイッチの横になんか小さい壁？ん？これのことじゃないんか？とりあえず一回塗ってみるか。ん？これのことじゃないんか？え、スイッチの横に小さい壁？え、マジでどれのこと？ここのことか。
え、そこ乗んのめっちゃ至難の技じゃね。ここをそう、こういう風に塗っといて、で、あれ俺帰れへんなった。こっからか。こうして、こうして、いやむずいむずい。とりあえずここでイカ登り成功させるか。じゃないと話は進まん。いやいやいや、むずっ。これでイカ登りしたところでよな、なんかジャンプ力クソ高なってこの上乗れる的な、やとしたらすごいけど。はい、来た。はっ、あー間に合わん。来た。はっ、何も変わらんわ。うん、予想通り、予想通り。はい、何もおもろない小ネタいきます。ロビーとロッカールームの間のドアとの距離を調節して、イカ状態になるとドアが開いて閉じてを繰り返すようにするとその様子が見れる。割と難しいかも。いきます、一発で決めます。距離的にはこれぐらいですか。これぐらいですね。はい、あ、これでいいですか。なんか勝手に開くようになりましたけど、壊れました。